カーズです。今ですね5時頃回っておるんですが、ちょっと今コメントなんで363を見てみたいっていう方がいたので、今ちょっと今雪落ち着いてきたところがあったんで、今そこを見てみたいと思います。はい、ここが、高田商業高校になります。はい、ここから36線走って、直江津の方の、8号線まで行ってみたいと思います。問題なく走ると思います。走ることができません。もうほとんどここは一車線になっています。今一車線になっている上に結構渋滞が起きることが多いです。時たま二車線になったところはあるんですが、またすぐに一車線に戻ってしまうことになってしまいます。まあ雪は本当に今回はすごいです。まだ1月なんですが、2月3月が怖いところがあります。また雪降るんじゃないかと心配してしまいますので、結構不安があります。1月でこんだけ降ってまた2月3月雪降ったらたまったもんじゃないです。であとはもう道を広げるってことは未だにないです。歩道は開けてありますね。この辺はもう学生とか、いるので、そのためにも道を開けてる、開けなきゃいけないですね。
いやまだまだ雪の壁が高いです。
は2車線になってるところあるんですけど、大抵はほとんど1車線ずつな感じですね。2車線になってるところはいいんですが、雪の壁で落ちてるところも時たま出てきちゃうんで、それが困ったりしますね。これは霧なんでしょうかね。霧なのか何なのか、ちょっともやがかってます。春日山あたりまで来てみました。
ここは大地と春日山の境目ぐらいですかね。大地かここ、左折ラインの道もできて、いい感じですね。はい、ここまで今三六線直越の、八号まで出てきました。8号線と36線ぶつかる交差点になります。はい、ここまで出てきました。はい、今日の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。商業、高田商業高校から36線走り、直江津の8号線のぶつかる交差点まで来ました。まだ比較的道は狭いんですが、だいぶ今も雪も降らない状態になったので、これはこれでありがたいと思います。でもまだ2月3月降る可能性もあるので十分気をつけたいと思います。はい、今日の動画はこれで以上となります。またコメント欄では、気楽に書いてください。行ってほしい場所、地域、電車なり、行ける限りの場所は行きたいと思っているので、気楽にコメントを書いてください。はい、今日の動画はこれまで。はい、今日のご視聴ありがとうございました。また見てください。